まあなんだ、いろいろあったな。お前が一味を抜けてまでメリーにこだわったのも今は納得できる。メリーは本当に勇敢な船だった。そしてこの船に乗り換えてから最初の冒険が、よほほほほほ、いよいよ私と皆さんとの胸躍る出会いですね。私胸は、見て、きれい。あ、なんだあれ、なんか飛んでるぞ。泡、おー、幻想的、シャオニーショコラ。あの、私の話は、ブルックを加えた麦わらの一味はグランドラインを半周し、航路を縦に貫く絶壁の大陸レッドラインに到達した。この大陸を越えて新世界に入るためには職人の手で船をコーティングしてもらい、深い海底にあるという魚人島を目指すほかないという。シャボンディ諸島に上陸した麦わらの一味は、かつては海賊王ゴールドロジャーの船の副船長だったという冥王レイリーと運命的に出会い、船のコーティングをしてもらうことになった。しかしその前にルフィたちは世界貴族天竜人を殴り倒すという大事件を起こしていた。天竜人に手を出せば海軍本部の大将がやってくる。船のコーティングに要する時間は3日間。その間海軍から逃げ回ることを決めた麦わらの一味は、レイリーの店を後にし、すでに海軍が動き始めているヤルキマンマングローブの森へと足を踏み入れた。ここからはサバイバルですね。よほほほほ、怖い。相手は大将だ。誰か知らねえようにしねえとな。縁起でもねえこと言うな、てめえ。誰だ、お前。下がれ、ルフィ。そいつは七武海だ。七武海、ちょっと分かってんだから地面から全開だ。いいわよ。皆さんお気をつけて。あっちは一人だが、こっちは一人じゃねえ。野郎がどんなに強くても怖がることはねえ。相手は七分、そう簡単にかかし、やるしかねえだろ。行くぞ。ガボットボンナバ。こいつ、動きが違う。何より衝撃も飛ばせねえし、肉球もねえ。だが偽物だというなら、こんなに強えのが二人もいるってことになる。ゴムゴムの安心はできない。きっとすぐに次の敵が現れる。アクアガトリング。Thank you.
になって次々に援軍が来やがる。雑魚ばかりだが、この数の多さは厄介だな。これで大将まで現れたら目も当てられません。私目ないんですけど。重傷者が出るぞ。大将に会う前に。ああ、ここは逃げよう。一緒じゃダメだ。バラバラに逃げるぞ。
ったってのか。フランキーにはついてねえのか、ビームとか。アルティメットアンマー、なもんはねえ。とにかく外れ。そこだけ。フランキー、ここを通れば近道だ。早くみんなを助けねえと。海軍大将の根拠みたい、誰も逃がさない。ロケット、ゴムゴムの、
疲れてるようだね。ゆっくり休むといいよ。速度は重すと光の速度で蹴られたことはあるかい？行くぞ！ナトリマシ！いや、セカンド！避けられないよ。
あの娘はムンガラの航海士だったかね。美人でもね、海賊は見逃せんでしょうが。ちょっとやだ、こっち来ないでよ。隠しておくよ。
さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ D ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。Shit.